えー、こんにちは、こんばんは、ゲーム動画でいこうです。えー、函館記念、えー、も、いよいよ最終日、えー、決勝戦の予想をお送りしたいと思います。まず、あの、概要です。はい、えー、こちらですね、新山の、えー、番手戦、番手を回ることになりました、えー、5番車、姿の抜け出しを本命にしております。まあ、2日目優秀戦、 と一緒じゃないかと思いますが、気にしないように。はい、えー、ご覧の9人のメンバーです。まあ、SKS 班が、えー、消えてしまいました。まあ、近を南修二のみということで、えっ、ー、と、ちょっと三谷村上は残念でしたね。はい、えー、こちらが、 メンバー4分線となってますが、実質3分線プラス、まあ短期の相打となっております。えー、っとですね、まあ、逃げそうなのは1番の新山、6番の竹内。で、竹内は何としても、まあ、おさい先行で行きたいところですよね。なので、えー、っと、 前を取るのが誰か、まあ、となると、まあ、軍事が前を取って、で、中断に北日本。で、竹内からのラインは、えー、後ろからとなると思います。 で、まあ、叩き合いも、なくはないかなと思うんですが、えー、二日目の優秀戦見てても、まあ、竹内をあっさり、えー、新山が叩き切っちゃってます。昨日あの、竹内、あの、準決勝戦、まあ、強い、えー、逃げ切りのレースをしたんですが、 やっぱりここはですね、えー、地元ということもあり、また竹内は後ろが、まあ、南修二、えっ、ー、と、立区の選手ですよね。一方、えー、北日本は3人が結束ということで、ここはですね、えー、っと、ラインの強さを重視したいと思います。 最終的に、新、えー、山ができると見まして、えー、と優秀同様、番手の,の姿が抜け出す競争と見ます。で、えー、抜,け出し抜け出して、新、えーまあ、山の残り目よりは敏、えー、信、斎藤敏信の突き抜けが本戦。 まあ新座ももちろん、あの、残り目は、えー、優秀以上にいると思いますし、あとはですね、えー、っと、短期の相談は不気味です。えー、準決勝戦でも、あの、鋭いツッコミで一着、一着を取りました。あとは、まぁ、あ、ちょっと、気配的やちょっと弱い感じはするんですが、えー、まあ。 えー、新山、竹内が足を使った時の軍事が、軍事の突っ込み、えー、まくり追い込み、えー。それからですね、その後ろにいる和田の突っ込みですね。そちらを本線にしたいと思います。まあ、姿ですね、えー、もし、えー、竹内に、えー、突っ込まれて新山が できれなかったとしても、まあ、そのたたき合いの中からそ外を回ったときは、うちだとたぶん、新山が勝つと思うんで、外,だ外で、えー、っとちょっと新山がやばそうなときも、えー、自力にチェンジして、えー、仕掛けられると思うんで。 で、えー、っと、斉藤俊信は、あの、準決勝戦、まあ、姿がまくって、えー、っと、かわ、えー、っと、かなわなかったですから、まあ、刺し目はなしとして、えー、折り返し足しを584本戦として予想したいと思います。はい、えー、ここまでご視聴いただきありがとうございました。 チャンネル登録、高評価、またこの動画の、えー、っと、SNS などを拡散など、えー、よろしければお願いします。えー、ブ,ロブログ、ツイッターやっております。あ説明欄にアドレス記載しますので、よろしければ見てください。えー、この画面最後の20秒で関連動画、動画プレイリスト流れます。お時間ありましたらそちらを見ていただければ嬉しく思います。 というわけで、えっ、ー、と、決勝戦楽しみなレースになりました。ゲーム動画でいこうでした。